明けましておめでとうございます、ブランドカジュアルの山崎です。今年もどうぞよろしくお願いします。まず一発目ということで、今回こいつですね、シラクッカーを使ったご飯炊飯、これと言えますかね、をやっていきたいと思います。でこの中に、お湯入れてもらって、あちあちで、これを沸騰させてこっちのっけます。でこのまんま蓋するっていうだけなんですけど、これ何がいいかっていうと、お米炊き上がった時絶対焦げないです。お焦げができないっていうやつになります。まあ、それなんで皆さんぜひ試してみてください。シェラクッカーの上にシェラカップでお米を炊くっていうやり方です。ね、はい、でこれで、さっき作ったやつがここにあります。こいつがこんな感じになります。はい、差し替えでこんな感じで出来上がってきます。で本当に見てもらうと、蒸気で炊き上げるので絶対にお焦げができないって、はい、素晴らしい、はい、ぜひコシヒカリ売ってますんでよろしくお願いします。で昨日インスタの方で上げさせていただいたこれですね、フライパン皿になります。これ本当にあの近藤製作所の近藤くんが叩いて作ったフライパンになって、一応これシーズニング2回あのキャノーラ油でやってますまあそれなんで、まあ使い始めの時ちょっと洗ってもらって使ってくださいっていう。ちなみにロゴが、はい、ちなみにロゴがこんな感じで村のカジアンロゴが入ります。はい、で一応まあ用意するのは大と小と、あとハンドルですね。ハンドルこうやって入れてもらって使っていただく形になります。はい、熱の入りも早いので、めっちゃ早いです、はい、ですげえ使いやすいっていう、はい、まあ、これもこんな感じでここで焼いてもらって、そのまんま食べて食卓に持っていけるっていう、すごい優れものをフライパンになりますので、はいはい、もうすぐです。今一生懸命あの販売ページ作ってます。お店ではもうすでに買えますので、そうですね、お店だともう販売開始してますんで、はい、欲しい方あの新潟県の三条まで会いに来てください。三条市に売ってます。三条市に売ってます。じゃあ今年も1年どうぞよろしくお願いします。じゃあまたね。ありがとうございました。ありがとうございました。